はい、どうもこんにちは。これはですね、大橋さんね、水泳のね、大橋ゆいさんね、すごいですよ。2冠です、水泳のね、個人メドレー 400m と 200m、 今日ねやった 200m でも、金メダルですよ。2冠達成しましたね。すごいですよね。25歳、遅咲きですよね。遅咲きだけどもね、綺麗な子ですよね。ちょっと今歯矯正中ですけどね、まあ、少し前ちょっと刃がねありましたけど、そこを今綺麗に直してるんですがね。僕はね、刃があっても個性的で可愛いと思うんですけどね。ね、まあもともと綺麗な人なんですけど、歯も矯正したらますます可愛くなるんだろうなと思いますけどね。持ち味の大きな泳ぎは健在だった。競り合う展開でコアのラスト 20m でアメリカ勢を捉え逆転した、冷静なレース運びで女子の初の2冠を快挙達成し、本当にまだ夢みたいで実感ないと、大舞台でいい自分の泳ぎができて自信になる、たくさん迷惑かけてきたが少しは変えてたと。ね、水泳ってあの女子の水泳って池江璃花子さんにだけはね脚光ずっと浴びてたから、ちょっと大橋さんはね知名度がね低かったですけどね、まあ、ここに来てね一気に知名度アップですよね。でこの方はですね、まあ確かにね、あのニュースでも言ってましたけど、ネットでも書いてジャニーズ好きなんですよね。ジャニーズ好き、嵐の大ファンで看板番組だった VS 嵐に出演を熱望していた。あー残念でした。でもまあなんか出るんじゃないですか、終わった後ね。 VS 魂とかね出れますよね。そのためにも、東京五輪で金メダルを取ることが目標と話してた。あ、叶うんじゃないですか、これで VS 魂は出れるんじゃないですかね。今ね、いろんなね、嵐だけじゃなくていろんな人出てますもんね。17年、世界選手権ではレースの前に嵐の曲を聴いてメダルを獲得。練習の合間にコンサートに通った。今会いたいのはスノーマン目黒蓮くんだそうですね。このね、大橋さんってね、女子なんだけど背は割と大きいんですよね。174センチあるんですよ、女子ですけど。ね、スレンダーですけどね、あの、スタイルいいですよね。でジャニーズってねちっちゃい人多いですけど、目黒蓮くんはね184あるんでちょうどいいと思いますよ、身長差もね。うん、じゃあ目黒蓮くんと大橋ゆいさん占ってみますよ。まず相性なんですけど、相性はね良くないですね申し訳ないです、本当すいません、水を差すようで、本当水泳だけに水を差すようで本当申し訳ないんですけど、相性は良くないです。どんな感じなのかというと、まず大橋さんなんですけど、大橋さんの持ってるね、あの星っていうのはですね、まあものすごい強い星なんですよね。が強い星ですね。もう、やると言ったら絶対やりきる星なんですよ。だから欲しいものは手に入れると。もう目標を持ったらそれはどんな手を使っても達成できるっていうマインドが強いものがあるので、諦めないっていうところが、で今回の結果はまさにそれが出てる感じですよね。もう、嵐の番組に出るぞ、そのために金メダルって思ったらもうどんな練習でも耐えるというような、うん、星で、本当運勢が一番強い星なんで、幸運ですね。もうものすごい幸運をつかむっていう星ですね。まさに金メダル2つ取ったっていうね、なかなかないことをやり遂げましたけど。じゃあ目黒蓮さんはどうなのかっていうと、この方はまあストレートな方、行動力のある方ですかね。じゃあ2人が、まあ、カップル、恋人同士の相性を考えると、まあ、目黒蓮くんは愛情表現がストレート、そして嫉妬深いってことですね。大橋さんは、恋に落ちるともう情熱的に、まあ、要するに彼氏、この人が好きだっていうと、その人とどうしても一緒になるっていう、あの、本当金メダルを取ろうというのと同じような一生懸命さが行動で出るという人ですね。まあこの人もそして嫉妬深いと。でそんな二人の恋になると、いやまあそう性格が両方強いので、まあ良い面に向けばいいんだけど、悪い面に向くともう結構厳しいっていうところなんですよね。互いにがんじがらめな状態になることも考えられる。でそうなるとしんどくなってすぐに離れたくなるっていうことですね。で目黒蓮さんにしても
大橋さんにしても、まあ、今大橋さんはストイックにね水泳やってますが、実は恋愛は好きなんで、恋愛体質ではあると思います。水泳はじゃあひとまずいいやってなったら、恋愛には走りやすい人だと思うので、そこを理解し合えればうまい関係にはなるかなっていうところですかね。まあ、とにかく情熱的なんですよ2人とも。でその情熱がぶつかりそうな星ではあるので、本当であれば相性悪いっていうところですかね。うん、な感じなので、まあ、ぜひ大橋さんもね、今回はおめでとうございますと。目黒蓮くんとはどうなのかちょっとわかりませんが、ね、嵐の番組というか、相葉くんのね、番組にね、出れればね、いいですよね、と思います。ではでは。